近赤外線による銀河系外天体の総パノラマズにマスて得られたデータに基づいて作成された。シャプレー超銀河団は右上のシャプリーコンセントレーションの表記から黄色の矢印をたどる。シャプレー超銀河団また母、我々の近隣の宇宙領域では最大の銀河集団である。重力的相互作用ユニットを形成しており、それにより宇宙と一緒に膨張することなく、 自分自身を寄せ集めている。これは、ケンタウルス座における銀河分布の著しい高密度部分として見え、銀河系から約6.5億光年離れている。1920年代の末に、ハーバード大学天文台のハーロー・シャプレイと共同研究者たちは、ブルームフォンテーンに設置された24インチブルース望遠鏡で得られた写真看板を用いて、難点の銀河のサーベイを開始した。 1932年までにシャプレイは、甲板上での銀河のカウントから、難点の1、3の領域の実施等級18等よりも明るい7万0千の銀河の発見を報告している。後年、このデータのいくつかは、銀河面吸収体の分布と宇宙における銀河の分布密度の計測を目的とする、ハーバード銀河カウントの一部として出版された。このカタログの中で、シャプレは、 神の毛座、乙女座銀河団の大部分に気づいていたが、ケンタウルス座の中の銀河団こそが、最も著しい銀河の集中であることを見出した。彼はその、全長の大きさ、銀河数の多さ、著しく拡張された形状から、それが特に興味深いものであることに気づいた。これは、現在シャプレイ超銀河団のコアとして知られているものと、同貞される。シャプレイは、 属している銀河の平均直径からこの銀河団までの距離を乙女座銀河団までの約14倍と見積もった。したがって乙女座銀河団までの距離の現在の推定値からシャプレー超銀河団までの距離は約231メガパーセクト推定される。シャプレー超銀河団は以前に撮影された UK シュミットテレスコープスカイサーベイの写真看板に対して 1989年に、ケンブリッジ大学の自動写真看板測定施設を用いて行われた銀河サーベイにおいて、ソマック・レイコ・ハリーにより再発見された。この論文の中で、この超銀河団は、ハーロー・シャプレイにちなんで命名されているが、これは、上記の彼の先駆的な銀河サーベイを称えてのことで、ある。なお、レイコ・ハリーの論文と、ほぼ同時期に、 ホベルトスカラメッダと共同研究者たちは、銀河団と銀河に関する、エーベルカタログの中に、銀河団の著しい集中を認知し、アルファ集団と名付けていた。シャプレー超銀河団は、宇宙マイクロ波背景放射を基準とした座標に対して、局所銀河群が運動している方向に非常に近い位置にある。これは、多数の人を、シャプレー銀河団こそが我々の得意運動の、 最大の原因の一つなのではないかという考えに導き、この超銀河団に対する興味を高めている。ありがとうございます。